はい、こんにちは、パスカルでございます。まあ、今回なんですけども、情報修正された竜使っていきたいと思います。で、調整内容なんですけど、体力が、1.05 から 1.10 倍にアップしました。で、あとヒールアクションの、禁煙修練のカードの攻撃力アップですね、この効果が 13% から 14% ですね。で、あとは近距離攻撃の発動モーション 5% アップということでね、こちら、近距離に特化したデッキでやっていきたいと思います。はい、じゃあこれは極化のデブバンパーン。いやー、ちょっとね、俺タイマンめちゃくちゃ苦手なんですよね。俺あんま好きじゃない、なんかむちゃくちゃ駆け引きが難しい。いやー、これねー、いや多分ね、どっかでやられる気がするんでね。何持ってんだろうね。ディーバ、まあ氷柱、まあそうだね、氷柱が怖いんだよなー。まあこっちもね、とりあえずイエーガーが上がるまでなんとか。いや、来そうだなー、来そうだなー。いやーだよねー。まあとりあえず帰って、オッケーオッケー、これが孫のいいところ。まああっちにも孫いるけどね。あー、マジかー、それ避けれんかー、やばい。いやー、どうしようこれ、間に合うか。いやー、間に合わないかー。一歩火力が高い、もうちょい。いやー、生き残っててもなー、まあ氷柱ではめられてただろうな。週刊のディバゼンか、了解。いやー、勝てるかなー。なんとか氷柱に当たらずって感じかな。いや、来るぞこれ、来るぞ。はい、来るから、はい、主流でオッケー、ナイスオッケー。いや、これはでかいでしょ、ここ取れてんの。あっちもやってるね。おお、あ、これは 5-0 かな、ナイス。これさすがにね、ナイス、味方オッケー。ちょっとタイマン怖かった今めちゃめちゃ怖かったけど、なんとか勝ちましたね。オッケー、ナイス。はい、じゃあ次の試合いきましょう。まあね、今回ね、まあ、結構発動モーションの修正が多いかなっていうイメージですね。まあ来るは来るんですけど、なんかパッと見そんなに分かんないですよね。本当に修正されてんのかなとかね。まあ普段使ってる人ならね、多分、ああ、なんかめちゃくちゃ変わってるよって思うのかもしれないですけどね。逆に普段から使ってない人からしたら、なんか変わったのみたいなね。まあ自分もね、あんま普段ちょっと竜とかね、まあソルとかもね、あんま貝とかもね、使ってなかったんであれなんですけど、まあこういうのも、こういう情報もまあ意外とでかいからね、関わってくるかもしれない。まあね、これね、ちなみにこれ剣六足さんなんですけど、まあ自分ね、そう、竜のメダル厳選してたんですよ。で、本当はまあ足六剣さんが一番理想だったんですけど、まあ剣六足さんで、で、なんかもう一個の方もね、剣になっちゃってるんですよね。剣七かな。なんかすんごいんですよね。竜って言ったらまあ足が必要かな、絶対必須。これはユララハクかな、ユララハイター。ただ赤来てんだよな。これ赤に死竜打って。いや、デズ触ってくれてもよかったな。それは俺フルークっていうか死竜がないからな。今、打っちゃったから。まあまあ、とりあえず。まあもう、ブレドラーバカン入ってるから、まあこれはこの子もないから、通常で詰めて、はい、ポンと。いやー、それ入んないかー。そうそう、竜のね、ちょっとね、気になるところがね、まあ通常、まあ、これはリヴァイ来てるから、お尻やって。そうそうそう、あの、竜のね、この腹パン。これが気になる。なんかね、すぐね、なんかこう、ダメージが入ってくれないっていうか、これワンパンだね。オーケー。どうだろう、ミドカノとか、マジかー、ミドカノとかだったらワンパンできてなかったかな。HS 入った。ナイス、DG。そのカウンター張り。で、ギルガメッシュも打ってくれた。まあこれ俺無理だから一旦帰ります。いいね、ソーンのいいところ出たよ。まあね、なんでソーン、あ、そういえば、あ、これ波動拳決まるわ。ウィークいい波動拳だったね、ナイス。まあ、なんでソーン入れてるかっていうと、まあ自分ね、あの、今は色取れてるんですけど、なんかね、そう、足が、まあまあ足が遅いんですよね。まあ竜やると。ナイス。え、何今の、え、何今の、え、何今の、
なんかすごくなかった？アスナの最終段階終わってたのに、終わった後もギリ判定入ってたのかな。えぐかったね今。リヴァイ終わったと思ったけど、うん、終わったね終わってたね。それはんー、来てるだけちょっと当たらない位置してシリウって、待って、やばい、 C やばい、 C やばいよ、 C やばい、やばい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 、あぶねーあぶねー、やべー、あっちに満身王ギルガメッシュいたけど、こっちが満身王だったわナイス、あぶねー、オッケーオッケーオッケーまあちゃんと C も見ましょうということね。はい、じゃあ次の試合いきましょう。あ、そうそう、さっきのまあソーン積んでる話ね、ちょっと途中になっちゃったんですけど、まあなんでソーン積んでるかっていうと、まあ今はねちょっと緑支流採用してるんですけど、そこがフルークで、そう、自分緑とか青とか持ってないので、赤フルークでダメージも出したいので、極化の、まあ、赤になるじゃないですか。でなるべく、まあ、アタッカーキャラって、まあ、イエーガー採用の方がいいから、まあ、赤いイエーガー採用するじゃないですか。この時点でも赤が3つなんですよ僕の場合。はい、これ弱点はパーン、やばで、そうなると、でもう一つ回復が、僕赤ガブ攻撃寄りって言ったら僕赤ガブしかないんですよ。うん、そうなんですよ。いやマジか、うわエミリア、うわマジか、いや待って、それもらう、うわマジか、ナイス岡部、ナイス跳躍の画像、いいね、それは強いわ、ナイス。あ、そうそうそう、赤髪になっちゃうと全部俺赤一色になっちゃうんですよ。それはさすがにやばいかなっていうことで、まあね、今緑支流採用してるから、緑支流とねソン採用してるからね、今全色取れてますけど、そうなんよね、なんかね竜のねちょっと支流とかって微妙なんですよね。うん、なんかこう支流でこかすじゃないですか。で、まあ、低耐久キャラ以外は絶対ワンパンできないじゃないですか。でこう支流でこかして、こう通常で詰めに行こうとしても、例えば飛ばしすぎちゃったりとかするとやっぱり通常攻撃は間に合わなくて、なんかこう相手がダメか間に合ってしまうとか、回復が間に合ってしまうとかね。 OK、 ナイス、強化の、痛すぎこれ、一回ソーンで帰ろうか。いやーまあ帰っちゃまず、いやーまあそうだよな、帰っちゃまずかって言って、いやーそうだね、ここの層のあれだったね。あーどんまい、これはね一回敷いて、いやでも待って、一回踏もうか、一回踏んで、あダメだ、味方やられちゃったから一回体勢立て直すか、後ろ当てて、はい、いやーもうこんな感じ、なんかちょっとねー、あーもうイライラするちょっとね、竜の通常マジイライラする本当に。これタゲ出しといて、まあこれエミリア詰めようか、エミリア詰めてなんとか HS 吐かせたいな、うん、吐かせたい。まあこれシリュウ、うん、あと前転か、一回帰って、それ合わせられるかな、皆さん見ててください、合わせます、波動拳、よーしうますぎわろち、それ、いやー取れないか、いやいやでも押せるでしょ、いや岡部もいるから、いやいける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 、いやマジか、やべえ、クソカノーネかました、いやこれ当たらないように注意して、いやマジか、いや間に合うかこれ、いやいける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 、いやマジか、いやいける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 、間に合う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 、なんかさっきから危ない試合してないさっきからなんかギリギリの試合してるけどね、ちょっとねやばいな俺フルーク持ってきてみました、うん、まあ、フルーカのフルー曲家の、赤家がそうみたいな感じですね。まあね、自分み、青耳、進撃の青耳ですね、言えてねえなあの青耳にね、4凸なんですけど、ただそれ体力寄りなんすわ。まあそれでもいいっちゃいいと思うんですけどね、体力漏れるからね、うん、でもその分火力が減っちゃうって言ってる。これこれ通常で、いやマジか、いやこれ
いや、いけるいけるいける、押せる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 。いや、これフルークで倒そうか。オッケー、ナイスで、まあちょっとフルーク入っちゃったからな。マルコスもダメか、張らなければって感じだよね。これはオッケー、決まる。帰りたい、オッケー。それどうだろう、ナイスシードリー。いいねいいねいいね。すぐ向かいます、すぐ向かいますと思ったけど、ちょっと広げさせてもらおうか。リリ、いやー、リリカちゃんちょっと詰めたいけど怖えな俺も。いや、ちゃんとリリカちゃん見てるな、偉いな。家が張って、はい、フルーク、オッケー。こりゃー、あー詰めてるが、しかし、いや、これ一旦帰るか、帰りまーすこれはマルコスに取ってもらって、マルコスに取ってもらってとか広げてもらってって感じかな。ですぐ C 向かって、オッケー。いや、痛すぎマジで。いや、痛すぎなんだよな本当に、やばすぎるマジで。これまだ二角でしょ、やばいわマジで。二角であんなもう2700なんて飛んできたらやべえよ。ナイス、それはしょうがないね。まあ、C は守れるかな。うん、いや、これワンパンしよう。オッケー。いや、キテルもかけてくれてたね、ありがとうありがとう。いやー、覚醒使ったか。オッケーオッケーオッケー、全然あった。うん、これは最悪波動拳かな。ゴーレは避けて結果の当てでな。いやー、あ、当たってるわ。いや、当たってる。これこの子だけ倒して、いやー、クソプしたわ。いや、一回帰るか。マジ帰れなかった。いや、頑張ってくれ。いやー、これやばそうだな。ナイス、頑張れマルコスちゃん、頑張れ。いや、いける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 。あー、だがし、いやいや、でも見てくれてる見てくれてる。いやー、あのマルコス強い、味方マルコスめっちゃ強いわ。ナイス、めっちゃ耐久してくれ、ありがとう。いや、これは勝ったでしょ。俺も HS あるし、家側もあるし、あとは号令とかに当たらなきゃ。これ家が張っといて、よしよしよし、これフルークで、おっしゃ、ワンパンですぜ兄貴。誰が兄貴じゃ出るよ。これもワンパンチ、強じゃ、帰りますいいね、あの竜ね、まあ、結構ねワンパンしやすくなってるのかな。いや、今回攻撃力情報してねえわ簡単なこともわからないわ、アートシートなんだっけ、それすら夜の手にほどされて愛の汚れ。あ、すいません、ちょっとポニーが好きなんでちょっと歌ってじゃないよし、とりあえず、ヒールアクションして、まあ味方マルコスソンか。 OK、 聞いて、とりあえずここは見つつ、イエーガー先張りした。んーな、週刊持ってそうだな。これ先にカノーネ当てて、オッケー、やっぱ週刊持ってたね。オッケー、これも、いやマジか、ちょっとタゲ吸われたわマジか。竜に当てたら今竜ね倒し、いやー、うざー、いや、うざいって、もう倒せ倒せこのクソ勇者マジでもうクソやられた、あのショウジャンクソガキ野郎あのドット絵がようれオッケー。いやー、これタン切りしちゃった、やべー。いやー、マジか、ナイス。いや、それ取るから。いや、でも俺まだフルーク上がってないんだよね。どうしようかな、後ろから来てる。いや、それおかしいってマジで。いや、マジか、あマジでおかしいって、その少女意味わかんないもんだって。マジ運営さん、これどうにかして、本当に本当にどうにかしてほしい。マジかよ。いや、とりあえずこれ HS 開かせるかで、これ変え、いや、変えんなくてよかったな。フルーク当ててだったかな。 OKOKOK、 とりあえずラビーにこれフルーク当てるか。いや、当てればオッケーオッケー、誰も攻撃するやついないから、その間、ああ、もう誰か助けて、もうやだマジで本当に。
もうマジで、あの勇者通報しようかな。本当にやだ、もう本当に勇者嫌い、マジで。残念でした、当たんねえよ。やばいやばい、俺死ぬわこれ。フルーク当てて、いやこれ一回帰るか、いやーどうし、いやー竜、あの竜やりたかったな。これ一回帰ろうか、帰ってでよ、H 数、いやダメ、いやダメだな、あれ取られるわ。あーでもよし、オッケー、ナイス、オッケー。いや勇者一人で何ができんじゃって感じですよ。うえうえ。よし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 、これはさすがにね、まあ、残り20秒でね、まあ、こっち HS2 個あるからね、 OK、 まあ油断せず、マジか、やばい、ああやったやった、ああやばい、あーやばい、いやでもでも、あぶねえ、あぶねえ、ああもうお腹痛い。危ねえ。いやーもう皆さん、これがコンパス。